インディファティガブルは、イギリス海軍の航空母艦。インプラカブル旧航空母艦の二番艦。ジョン・ブラウン社、クライドバンク造船所で建造された。インディファティガブルは、不等不屈の意。1944年7月、空母フォーミダブル、フューリアスと共に、マスコット作戦に参加。7月14日にスカパフローから出撃し、7月19日に、帰島。 8月、タービン作戦、オフスプリング作戦、グッドウッド作戦に参加。タービン作戦は、モルデ地域への攻撃で、空母フューリアスなどとともに8月2日にスカッパフリーから出撃し8月4日に帰還した。オフスプリング作戦は、モルデ地域への航空機による機雷施設などで、護衛空母、ネーボブ、トランペッターなどとともに8月8日にスカッパフローから、 出撃し8月11日に帰投した。グッドウッド作戦は、ドイツ戦艦、ティルピッツ攻撃で、空母フォーミナブル、フューリアス、護衛空母、ネイボブ、トランペッターなどと共に8月18日にスカパ、フローから出撃し8月29日に帰投した。9月19日、スカパフローからトロムソ攻撃へ出撃。しかし、作戦は中止され9月24日に帰還。 1944年11月19日に、インディファティガブルはイギリスを離れ、地中海とスエズ運河を経由して12月10日に、コロンボに着き、太平洋艦隊に編入された。1945年1月、ニドスマトラ島の西衣諸攻撃に参加した。一つ目は、レンディル作戦でインディファティガブルの他に、クーボインドミタブル、ビクトリアスが参加した。二つ目は、 メリディアン作戦でインディファティガブル以外は空母イラストリアス、インドミタブル、ビクトリアスが参加した。メリディアン作戦終了後オーストラリアへ向かい、フリーマントル経由で2月10日にシドニーに着いた。2月13日、インディファティガブルで火災が発生した。2月27日にシドニーを立ち、マヌスト経由で3月20日にウルシー干渉に到着。 これ以後沖縄戦に参加した。1945年4月1日、沖縄戦での作戦の支援中に、日本軍の特攻機が突入し21名の戦死者を出したが、走行艦板のおかげで5時間後には航空機の運用が可能となった。同年8月15日早朝、東京湾方面を目標とした攻撃隊を発進させる。攻撃隊の戦闘機に登場していた。 フレッドホックレイ中尉は撃墜されて、千葉県調整軍内に降下し、駐屯していた日本陸軍不評第426連隊に身柄を拘束され、同日夜に殺害された。戦後退役したが、1950年に練習官として最終役した。1956年にスクラップとなった。ありがとうございます。